演歌パラダイス2いかがだったでしょうか。初めての盾に挑戦ということで、厳しくも温かいご指導をいただきまして、そしてまた先生からは、ももちゃんそれじゃあ自分がキレてるよという声をいただきながら初めて挑戦することができました。番組では3ヶ月間本当にありがとうございました。第1回目の古代文字に挑戦、そして2回目では手話にも挑戦させていただきまして、そして今回は盾ということで、いずれもこれを機にこれからも頑張って勉強していきたいなと思っております。どうぞ皆さん、これからも大沢桃子よろしくお願いいたします。それではバイバイ。おいたまま優しい命。